ムチアはオーストラリアの西オーストラリア州西端部にある集落。パースの北約3 0トル付近に位置する。郵便番号は6501。ムチアを通るグレートノーザンハイウェイから見たムチアの東部。2015年撮影。ムチアには西オーストラリア州の州都であるパースとジェラルトンとを結ぶ鉄道路線が付設されている。また、ムチアには グレートノーザンハイウェイが通っている他に、ムチアを起点とするブランドハイウェイがグレートノーザンハイウェイから分岐している。なお、2006年におけるムチアの人口は493人であった。この集落の名称はアボリジニの言葉ニンガーで水たまりや小さな池を意味する単語に由来している。これは、ムチアが水を得やすい場所であったことを言い表している。 この付近は1845年にジョージ・ムーアという人物が農地とするために調査した場所である。ただ、この付近に1892年から1898年にかけて鉄道が敷設され、それが高級的な路線となった。ムチアの集落が漢方に公式に収載されたのは1904年のことであった。なお、 1960年には NASA のマーキュリー計画のためにミューシェトラッキングステーションが設置されたものの1964年には閉鎖された。オーストラリア国勢調査2006年ミューシェアクセスデートイコール2008年8月14日ヒストリー・オブ・カントリー・タウン・ネームズ M ・ M ミューシェトラッキングステーション1960-1964 2008年8月29日閲覧。カルナバンスペースウエスタンオーストラリアインスペース。2008年8月29日閲覧。ありがとうございます。